稲葉のむかしむかしある島にうさぎが住んでいましたある日うさぎは対岸の岬に行きたいと思いましたが泳げませんうさぎはある考えを思いつくとさっそくしましたうさぎはサメに言いました「サメさん あなたの家族と私の家族ではどちらが多いと思うもちろん僕の方さじゃあ数えてみましょうみんなここに集めてこの島からあの岬まで一列に並んでくれる私が上を走って数えてあげるわそうすればどちらが多いかわかるわ数日後すべてのサメが 海の上に並んだのでうさぎは数えるふりをしてサメの背中を飛び越えていきましたそうして岬に着くとうさぎはサメに言いました「だまされたとも知らずバカなサメさんここに来たかっただけよおバカさん」だまされたと知ったサメはうさぎをつかまえると皮を剥いでしまいました「痛いよ」 ウサギは痛くてどうしたらよいのか分からず泣いているとサメが言いました。海に入ると治るよ。言われた通りに海に入るとものすごい痛さです。だまされたとも知らずバカなウサギだ。とサメが言いました。ウサギはどうしたらよいのか分からず泣いていると若者が通りすがりました。 川の水で体を洗ってガマの粉をふりかけなさいそうすればよくなりますよ言われた通りにするとウサギはよくなり元の白ウサギになったそうですめでたしめでたしおしまい